音声切れてた。切れやっぱりなって言って。良いお年を。どうも、はよです。良いお年を、そこでかです。お、いや、お前ね、眠そうすぎか、お前。おはようございます、つんです。本日もよろしくお願いいたします。寝てて、よ、もう。ありがとうございます。ゆみりです。おティです。ルイリンです。おティです。どうも、バカです。というわけで、年末から、それ、正解ルールの方をね、説明していきたいと思います。じゃあ、うん、キム。はい。これ、これですからね。2019年にあった、あから始まる〇〇の出来事みたいな、はいはいはい、感じで、それをみんなで出し合って、はい、何が一番そのふさわしいものだったかっていうのを、まあ、決めようではないかと。いや、本当にそうですね。まあ、一応ね、ちょっとクイズノックには許可取ってますのでね、これを。なるほど。じゃあ、もう早速、いきますか。今年最後の、メイクリットガスボーイズちょっと猛進ないきもん。はい。あから始まる喜ばしいことは、あから始まる喜ばしいこと。なんでさ、そもそもやけどさ。まあでも今年はでもね、あのいっぱいなんかいろいろありましたけど、喜ばしいこともね、いっぱいありましたよね。早いね。じゃあまあ一人ずついきますか。はい。僕は、まあ、これ結構プライベートなことになってしまうんですけど、ああ、プライベートもうだって、ああってならへんやん。僕の回答はこちらです。で、アイアイにお誕生日お祝いしてもらいました。ほんまに、ほんまに喜ばしい、ほんまに喜ばしいことやね。あの、ちっちゃいあーとかにならへん、それって。あと、いや、全部小文字なんだ。そうだな、ちっちゃいあーなんでそんなお前、逆の手で書いたみたいな字してる。逆手で書いてません、それ。あ、気づきましたか。あ、ドッキリ。いや、ドッキリです。やべー、自信で気づいたね。もらったとかいう字、だって。え、僕はですね、こちらです。嵐 YouTube へ。おお、僕も一緒です。おお、なるほどね。確かその手があったね。ほんと、その手しかなかった、俺の中で。盲点でした。いやいや、盲点なのこれ。あんなに頑張った。僕の芸能関係なんですけど、あさこの親友の妹結婚する。あさこの親友、伊藤あさこのこと、あさこって呼ぶなよ。伊藤あさこさんの親友の妹さん、もしくは安倍晋三生誕65周年。毎年来ますね。毎年生誕65、大体66で。いや、65で一応。まあまあまあ、確かに区切りは区切りだけど。でも私も、あの芸能人の結婚つまりです。え？お。はい。蒼井優さんって。ああ、あった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 。お前、よく思いついたな、それ。うわあ、お前素晴らしい。確かに。僕の流れで芸能関係の。はいはいはい。お。僕はですね、アンタッチャブル数年ぶり。ああ、見た。いやでもそれってあんま身近じゃないじゃないですか。まあ、自分のやっぱ人生、自分の人生。ああ、はいはい。もっとね、もっとでかいウェイトを占めている。はいはい。いや、新しい趣味ができた。いや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 、 YouTube タイトルみたいな。おい、 YouTube タイトルみたいな。次タイトルやな。ボルダリングね。でしょうね。ああ、そういうことね。でしょうね。よかったね、この年で趣味できて、君たち。俺も一緒やから。お前も。いや、もう俺も30代手前にして。俺らおないってのやめようぜ、もう。俺はいいよ。俺らおないっていう。お前がいいだろ。いや、俺はいいよ、俺はいいよ。まあ、皆さんもっとね、もう噛み締めて生きていくことがあるじゃないですか。って思ったんですけど、ちょっとホワイトボードを眠たすぎて、ちょっと明日がするということになって。いや、どういうこと？え、どういうこと？明日が来る、来るです。明日が来る、明日が来ること、これがもう日々にとってね、とても大事で感謝するじゃないかなという。お前、2019年を振り返るって企画の意味分かってる？はい、2019年、あから始まる喜ばしいことは、はい、嵐 YouTube チャンネル。ありがとうございます。まあ、いろんな、これはいろんな、これでしょ、絶対。次、絵から始まるやらかした出来事とは。なんで文字縛る。もうそれはもう、やめてあげて。いや、これ僕強いですよ、ほんま。いや、僕強いですよ。いや、これマジで。そう言うよね、みんな。今さっきは自信なかったんだけど。兄は、スン、オープン。はい、これマジで、ほんまみんな被ってると思いますよ。これです。令和の色紙の公開日。一緒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 。令和の色紙の公開日。これでしょ。いや、この方がこっちの方がやらかしますよ。はい。凄まじくやらかしますか、これ。
レスリング吉田沙保里引退。あやらかしてない。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 なんならこれをやらかしたら捉えたらお前が一番やらかしてるもん。人類とって損失ですよこれだって。はい、僕言っていいですか。やらかし度合いで見てほしいです。はいはい、こちら冷蔵庫にアイスクリームを入れた。ああ、そっちのミスね。あ、溶けちゃった溶けちゃった。溶けちゃいました。もう一回凍らせばよくなる。いやいや、それはダメだ。アイスは不可逆性やから。そう、液体窒素入れたよ。あ、それは大丈夫です。それは大丈夫。それは大丈夫なんだ。あ、僕最近やらかしたことといえば、はい、絶対これだろうというのが、はい、まあ、あったんで、はい、ちょっと僕はですね、例を挙げるなら、沢尻エリカ薬物所持で逮捕です。いやいや、例を挙げるな。例を挙げるな。それ言い出したら、だってあの例を挙げるならピエールだけ薬物所持で逮捕です。それも今年でしょ、だって。じゃあ、あと大鳥まだ痛いよ。大鳥か。かぶってない、かぶってない。面白い回答してくれるかな。大鳥かな。なに、ノエニーはレールの上に引かれた瞬間。いや、お前やそれ。それをやらかしたって言ってるやったら、マジで全国の大学生にやばったわけ。しかもそれやったら、変えたいって書いてほしい、最後。それはマジで敷かれたんやもん、これだから。俺たちが強要したら、おい、ここ歩け、ここ歩け、ここ歩け、みたいな。あ、それ、レールハラ俺らから。レールハラ俺らがレールに、無理やり敷いたレールにお前を。あれだ、じゃあ俺らがトップハンを貼っとくけど、あいつが機関車燃えますみたいな感じ。あ、トップマスなんとかわからんけどね。はいはい、アイラ、レから始まるやらかした出来事は令和の言語発表でちょっと見えちゃった事件です。はい、よし、イエーイ。これはそうです。では次いきます。よから始まる涙ぐましい出来事は。あ、これね、でもいろいろあるよこれ。これはもうこれじゃね。あ、これむずいな。これオッティとスンにだけ伝わるかもしれない。え、アイラわがオープン。お、はい、これは本当に悲しかったです、僕は。いきます、はいはい、よく聞いていた僕リリッチ食。あー、あー、それはほんまにそう。ちょっと待って、よく聞いていたって。よく聞いていた。よく聞いていたとか言い出したら、俺もよく聞いていた。嵐活動休止って聞けたほんまに。SVO で、SVO。 じゃあ僕行きたいんですけど、はい、僕も涙ぐましいなと思った出来事はこちらです。吉田沙保里です。余ってるから。いや、なんで違う問題で被るの、これ企画で。なんでお前書いてないの、逆に。いや、書いてない。涙ぐましいでしょ、どう考えても。確かに。こことここ、統治法しただけやねん。俺ちょっと近い行っていい、俺。はい。これ、横田阪神、24歳。病気で引退っていう。あー、引退っていう。これ分かんないですか。これ分かんないですか。俺分かりません。これ阪神ファンの皆さんは多分ね、それはそう、伝がよく言ってくれた。多分分かんないけど、ここでは受けへんの。このちょっと思い中で言うのもあれなんですけど、はい、超個人的です。はい、はい、幼児のネクタイ買い逃しました。いやいやいや、こんなに個人的。あ、でも僕もじゃあ個人的つながりで、はい、はい、してもらっていいですか。こちら、ヨットモが親友に。よかった。お、僕このヨットモと親友のこの活性化の湯めっちゃ高いです。お前それ、俺勇気で見たいやん。そう、ね、私もあの涙ぐましい努力つながりでこれです。夜通しハッピーウェディング前ソング踊ってみた練習。あー、夜通し。これは確かにそうかもしれんわ。うーん、それで言うと俺練習したのに最後なんか言っただけやで。俺ちょっと練習する。え、ネガさん、あれの練習したんじゃないですか、夜通し。あんな練習いらんわ。いや、あれ一番10点ぐらいしたから。あれ10点ぐらいしてる。2人で何書いてんだろう。でも、繋がってないんですよ。あ、そうで、はい、ちょっと悲しかったこととしましては、はい、吉本の、闇営業。あー、はい、あー、うまいな。いや、でもそれうまいな。それちゃう。でも確かに、まあまあ、でも涙ぐましいって俺らが言うのも意味ある。まあこれ結構、まあ、僕としては涙ぐましかった。あー、はいはいはい、そうですよね、絶対。そうなんですよ。まあ僕はこれです。予想に反してあんまり大人になれなかった。いや、同じことやってるよ。同じことやってる。一番涙ぐましいの俺だよ。確かに、確かに。泣きたい。もさっきもさ、ここ来るまでの車の中でどうしたら忘れ物治るかっていうローマ話した。ずーっとしてた。僕めっちゃアドバイスしてた。めっちゃアドバイスしたけど、そんな真剣やった。はい、じゃあ以上。いや、これでしょ、これでしょ、もったいのな。いや、いけるいける。よから始まる涙ぐましい出来事は、分からんな。
吉本の闇営業。まあそうだね、あそうだよね。いや、よくそれ出た。いや、そう、よくそれ出た。俺なぜか出んかった。では次のお題、つで始まるやったやんな出来事とは。やったやん、やったやん、やったやん。だってやったやんってもう俺らのことだよ。やったやん、広いよ、軽いでもいける。やったやん、軽いな、ノリが。では、レンガンさん。あー、僕、僕これっすね。はい、通信制限に1年間かからず。おお、これはめっちゃ、やったやん、やったやん。ほらね、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 ほらね。いやでも、やったやんにしてはやった度が高い気がするんですよね、なんか。あー、僕そんなちっちゃくないっすよ、それで言うと。あー、心からのやったやん。ついに花尾チャンネル5周年。おー、やったやん、これはやったやん。ついに、福祉やね、福祉。ついにやってることで、この今までの長い過程もここに大事なんですよ、この。許す。え、ちょっと僕いいですか。はい、ちょっとついにつながりで。ついに、いや、ちょっと待って。おいおいおい。ついに八村塁日本人初の NBA。ああ、やったやん、やったやん、やったやん。八村塁君知ってる？僕知らないです。それやばい、それやばい、それやばい。テレビちょうだい、テレビ。テレビ変えるやろ、お前。確かに、だんだん YouTube の急上昇とかでも載ってますね。じゃあ私、あの、ツイつながりで。ちょっと、あの、ツイ、ツイ、ツイってツイ、ツイまで、ツイまでつながってます。ツイまで。ツイッターのフォロワーが増えたやん、増えた、やったやん、増えたやん、やったやん、やったやん、確かに、やったやん。え、なんかみんなでかくないですか、やった。あ、じゃあ、ちょっと見せてよ。やった、いや、ほんまやったやん。はいはい、やったやん。強くなれた気がする。あ、もうやったやん、やったやん、やったやん、やったやんレベルで言うと結構やったやん。いや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 、正しい用語だし、やったやん、やったやんね。抽象度高い言語なんだ。抽象度だいぶやったやんなよ。やったやん、だいぶ俺やったやん。あ、やったやんか。だってモデル、俺推しメンがですね、推しメン、推しメンがいるんですけど、推しメン津田梅子悲願の。あああああ、いや、これかぶるやん。え、見たって、みんな津田梅子になったらやったやんって言うよ。いやいやいや、それは言う、あったらね、それあったらね。俺でも確かにニトビ謎とかではドンマイって。いや、ニコ前、2世代前、2世代前のボケだった。はいはい、では今年のつで始まるやったやんの出来事とは、強くなれた気がする。まあまあいいんじゃないですか。マジ何とでも言えるから。いやもうクイズノックでは絶対出えへん、書いてある。クイズノックでは絶対出えへん。はい、では次、木から始まる耐えた出来事とは。耐えた、耐えた、耐えた。え、これはなんかいろんな耐えたありますよね。いろんな耐えた、いろんな耐えたありますよね。え、僕じゃあ行きましょうか。はい、こちら緊急速報、大学入試センター試験記述試験。緊急速報、いやいやいや、それ何言うの、緊急じゃない、共通テストの英語試験。せめて。内容一緒なのにさ、緊急速報と共通テストで被るんじゃん。しかも全然、あ、なんか緊急速報のずるさが出ちゃってるな。ずるさが出ちゃってる。いやでも本当にこの前なんです。俺でも多分こうやと思う。これ結構焦った。焦ったけど耐えたみたいな出来事で。スノボの時キム倒れて運ばれたから耐えた。あった、あった。スノボ中、おぉ、1、1、1だ。おぉ、おぉ、お前、お前は、え、あれ今年でしたっけ。あれ、今年、1月か、あー、いや、これやん、これでしょ、これでしょ。確かに耐えたやん、あれ、クソ焦ったよ。で、あの時の、あの時、キムさん以外の残りのメンバーで病院行ってる時に、花尾さん、もう眠すぎて、いや、もう、俺、変わろうか、俺変わろうかって言った記憶ある。確かに。さあ、キムさん、最近のこと書いてあったんだよ。僕は、残念、これ、今日遅刻しなかった。いやいや、最近、直近、直近すぎる。なんでこんなレベル低いの。いや、これで耐えた、使いたくないんだよ。他はという感じで、え、私は、被ると思ったんだけどな、きつい撮影。ああ、はいはいはい。どういう意味で一番きつかったの、何やったの、今年で。2019年ですか、ポケモン。まあでもよかったよかった、ポケモンでよかった。去年だったら絶対 USB ゲームえ、でもあのポケモンの全身タイツを経てなんかいろいろチャレンジできるよ。おー、強くなれた気がする。強くなれた気がする。あ、それね。はいはい、
では2019年のキーから始まるタイプの出来事はキム救急車に運ばれるも元気です。よし、イエーイ。では、もから始まる来年の抱負は？ああ、これね。これで閉まるということです。お前の書くこと分かったもん、もう。あれ？なんでそういうこと言うんですか？なんで他の人の抱負分かんない？はい、では、どより、オープン。およっよっ、いいよ。吠え女。おっ、吠え女。今年までは寝起きが弱くて来年はですね、はい、モーニングに強くなる。あのモーニングルーティン。いやそこだけ英語にするならば。かぶってない。かぶってないですね。なるほど。これだと僕のはちょっと、もうこれ以上 GPA を下げない。いや、 GPA って書いて俺らないやん。いや、まあそれをまあ何なんですかね。まあちょっとそういう各々の指標に書いてもらえるね。あれね、成績のやつね。でもそれで、もうそれで言うと、はい、もうつながりなんですけど、はい、そりゃそうやん。そりゃそうやん。そりゃそうやん。じゃあ動いていいですか。はい、もうさすがに遅刻しない。いやもうさ読み通り。読み通りもう遅刻しないって聞くの。あはははは。俺のやつ、もやしも燃えない、やめない、喋る、揉めない。え、で、さて、燃えないです。あ、炎上しないで、炎上しない。あ、炎上しない。やめない。で、これだけ喋る。喋る揉めない。え、じゃあ、今これ僕、すごいシンプルなんですけど、もっと動画出すって。あー、で、大事、これは大事、一番大事。まあ、僕はもっと繋がりなんですけど、はい、もっとね、もっと頑張る。出たー、出たー。頭悪いね、さては。お前頭悪いね。今日一応もっと頑張るとかだって、もう自明っていう言い方できへんよ。抱負でこれ言う人、大体何もせえへん。一応、我が頑張ってる方ではいる。いや、だからそう、我が頑張ってるけどね、そもそも。はい、じゃあまあ、僕ももうつながり、持ちつ持たれつという。ああ、これはですね、まあ、誰かが誰かに依存してしまうのでもなくて、まあみんなで支え合って頑張っていきましょうという。なんで俺の前にそんな英語と言うの。なんで一番前回そんな英語と言うの。なんで俺の前にそんな英語と言うの。書き換えたいわ。レグさんでもなんか言ってました。俺が最後になりたい。違うほんまに。お前みんなでやろうな、これ。ほんまに。だから俺が言うな、みんなでやろうな。うんって言ったで、みんな逆にやりますよ。え、やろうな、ほんとに。逆にやってなかったら、言いますから。やろう。やってなかったら、俺も言いますから。言いますよ、いきますよ。せーの、はい、ドン。もし差し切る。みんなで宮廷大制覇って書いてた。それはやばいな。ごめん、やばいな。俺は巻き込まんといて。俺無理やから。8人でね。ちなみに今年は俺、東北大オープン1位やから。俺、東北大オープン1位やから。影武者を使うから。嘘ですけど、全国のデンダーガンドをやってた。マジで外役やから。外役見るから。デンダーガンドは NG カードだから。外役すぎる。じゃあ、はい。もうね、ということで、まずもなんすよ。もから始まる、はい、来年の抱負は、はい、もし、サッシ経済。イエーイ。お前、ほんまに頑張る。頑張るよ。本気で取りに行こう、俺。はい、ということで、2019年、いろいろありましたけども、はい、来年はね、まあ、サッシ経済できるように。はい、まあ、各々全力を尽くす。動画じゃないんだ、俺ら。はい、今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。それでは、良いお年を。バイバーイ。バイバーイ。お年玉ください。あげる方ね、君は。